旧圓遊寺庭園は承応元年1652年、大村四代藩主大村住永が創建した天台宗の少林山大乗院圓遊寺の本堂及び書院の裏庭として策定されたものです。大村藩は三代藩主住信の急死により藩の存続が危ぶまれました。というのも、住永は幕府勘定奉行伊丹播磨の神勝永の四男で大村家の養子だったからです。しかし徳川家光の裁可により跡目相続が許されました。この恩義に報いるため、徳川家の位牌を祀ることを願い出て、特別に許可を得て建立したのが圓遊寺です。圓遊寺は明治初年に廃寺になり、その後は護国神社となり、庭園は長い間放置されていました。ところが昭和44年、大村出身の東京農業大学生がツツジの中に見え隠れする石組みに興味を持ち、専門家に依頼鑑定してもらったことから再評価されることになりました。庭園は東西50メートル、高さ8メートルに及ぶ斜面を利用し、三尊方式の石組みを基本として青石を主材とした立石を持って造形美を強く表しています。中央寄りの左手上方に巨石を据えて一番高い主山が築かれ、これを中心として斜面全般に400横に上る石を三尊方式の石組みで連続手法的に構成して豪華に展開しています。白い玉石は水の流れを表し、地形の起伏に従って作り出した枯れ滝、枯れ流れなどによって山水画的な造形が随所に見られます。優雅さと豪華さを備え、巨石を数多く使用し、三尊方式による石組みは江戸初期の様式を色濃く表現していると言われ、その規模の雄大さと傑出した石組みは名園としての価値が高く、昭和51年に国の名勝に指定されました。また市内の桜の名所の一つでもあり、池のほとりから階段にかけて咲き誇る桜は圧巻です。桜吹雪が池の水面に浮かぶ姿も風情があり、一見の価値ありです。